体重。5分でわかる、広島東洋カープの歴史。時は1949年8月、後の初代カープ代表、中国新聞社東京支社長の川口剛のもとに、広島の衆議院議員の谷川昇と、金庫軍代表の山口勲が訪ねてきて、広島にプロ球団を作ろうと相談。その後谷川は、実務を川口と山口に任せ、球団名の構想を練ったよ。当時の球団名の候補は、ブラックベア、レインボー、ビジョン、カープだったよ。その中でカープ、魚の鯉は出世魚と言われ、鯉のぼりは躍進の姿、大田川は鯉の名産地で広島城が鯉城と呼ばれていること。広島のチームなら、カープを置いて他にないと、球団名を広島カープと名付けたよ。谷川は巨人軍代表と会見し、正式にセリーグ参加承認の通知を受け、その広島カープ誕生の記事を読んだ、当時代表ロビンスの監督の石本が、料理の球団でぜひとも最後の花を咲かせたいと、川口に売り込みに訪れたよ。そして12月3日に、初代カープ監督に、石本の就任が決定したよ。しかし、当時核になる親会社がなかったため、球団組織に関するバックアップが十分でなく、12月5日に開かれた、球団発会式に参加した石本は、この時点で契約選手が、一人もいない事実を知ったよ。その後石本は、すでに引退した選手や、以前の教え子まで声をかけ、コーチにすると口説いて無理やり入団させ、白石ら23人を入団選手として発表したよ。そして1950年1月15日、完成式下に、砂ぼこりが舞い上がる、西連平城後の野原でチーム結成披露式が行われ、ファン約1万人が押し寄せたよ。そして3月10日に、福岡市の平和大野球場でセリーグ開幕戦が行われ、この年から加盟の球団同士である、西日本パイレーツとの公式戦初試合となったが、5対6で敗退。1950年は、3月14日の国鉄戦で16対1と、球団初勝利を挙げたものの、その後チームは低迷。11月13日の太陽とのダブルヘッダーで、共に敗れ、13連敗を記録するなど、この年優勝した松竹には、59ゲーム差をつけられ最下位に沈んだよ。さらに、勝率3割に到達できなかったチームは、両リーグ通じて広島だけだったよ。このような状況の中でもこの年、白石が遊撃手としてベスト9を受賞。ただその間にも、創立当初の球団は資金難に陥り、3ヶ月で経営危機が噂されるほど。その他にも選手の移動手段の資金、選手たち自身の給料、ユニフォームや道具の代金さえも払えず、納入した運動部店を倒産させてしまうよ。さらには他球団との合併の話まで持ち上がり、実際に合併寸前まで行っていたが、石本監督の説得により撤回。また最下位のチームを消滅させるといった、明らかなカープ球団潰しも行われていたします。その状況を象徴するかのように、1950年から1967年まで、球団の順位は B クラスをさまよい続け、1968年に初の A クラス、また1972年から3年連続で最下位を記録、そして1975年、球団初の外国人監督として、ジョー・ルーツが監督に就任。監督は、野球に対する情熱を前面に出そう、というスローガンのもと、燃える闘志を表す意味を込めて球団に、赤を基調とする新ユニフォームを提案。しかし、すでにシーズン用のユニフォームは出来上がっていて、変更可能な帽子とヘルメットの色だけ、紺色から赤になったよ。だが開幕早々の4月27日の阪神戦において、才木の投球判定をめぐり監督が猛攻に、試合のボイコットを起こす騒動となったよ。そしてこの時、カープの球団代表が試合続行を指示したため、試合中の介入に不満を持ったルーツは、4月30日に監督を辞任、後任に小葉が後期から監督に就任したよ。その後この年のオールスターゲームの第1戦、山本と衣笠が共にアベックホームランを記録し、赤ヘル旋風を巻き起こすよ。中日、阪神と熾烈な優勝争いの末、10月15日の巨人戦に勝利し、球団創立25年目で、初のリーグ優勝を達成。しかし日本シリーズでは阪急と対戦し、4敗に分けて敗退。またこの時は、首位打者に山本、ベスト9に衣笠、最多勝に外小葉、盗塁王に大設楽などの活躍が目立ったよ。そして同年に、平和大通りで行われた優勝パレードでは、ファン約30万人を集め、この年の観客動員は120万人で、球団史上初めて100万人を突破したよ。翌年の1976年は、池谷が20勝を挙げ、最多勝と沢村賞を獲得するが、巨人、阪神との優勝争いに加われず、9月は11連敗も記録。最後はなんとか3位になるよ。そして1977年から、胸文字、胸番号、背番号、アンダーシャツ、ストッキングが赤一色になり、この年から、カープイコール赤が定着。1979年には、高橋の33試合連続安打などでチームに勢いがつき、8月になると一気に首位に立ち、4年ぶり2度目のリーグ制覇。そして日本シリーズでは、近鉄を4勝3敗で下し、悲願の日本一を達成。また第7戦で、江夏がノーアウト満塁という絶体絶命の場面を、無失点で切り抜け日本一に導く。これが後の、江夏の21球と言われているよ。1980年は序盤から首位を独走し、2位以下に大差をつけて球団初の連覇を達成。その勢いのまま、近鉄を4勝3敗で下し、日本シリーズ2連覇を成し遂げたよ。またこの年は山本浩二が本塁打王、打点王、を獲得し、最優秀選手に選ばれたよ。
1982年は、主力の不調により打線が振るわず結果は4位。そんな中でも、北別府が初の最多勝と沢村賞、ルーキーの津田が活躍し、球団初の新人王を獲得。1984年、この年は山本、衣笠に加え、山根、北別府、大野ら投手が活躍し、4年ぶりにリーグ優勝。そしてこの年75勝を挙げたが、これは2016年に更新されるまで、球団シーズン最多勝記録だったよ。西武から復帰の小林が最優秀防御率。小早川が新人王。日本シリーズでは阪急と対戦し、4勝3敗で3度目の日本一となったよ。小葉監督が退任し、阿南監督となった1986年、山本監督実現までのつなぎと言われていたが、就任1年目にリーグ優勝を果たすよ。日本シリーズでは西武と対戦、初戦引き分けの後3連勝するも、第5戦で、津田が投手の工藤に、サヨナラタイムリーを打たれ敗退。そこから流れが変わり、第8戦までもつれ込んだものの、3勝4敗1分けで敗退。1987年には6月13日に、衣笠が塁上に出場、2130連続試合出場の世界記録を更新。そして衣笠はこの年の最終戦までに、2215試合まで記録を伸ばし、現役を引退。またシーズンは翔太が首位打者、ランスが本塁打王を獲得するも3位に終わるよ。1991年には、リリーフ強化のために監督の山本は、津田と大野のダブルストッパー構想を打ち出すが、4月に津田が戦線を離脱し闘病生活に入り、その穴を埋めるべく大野が抑えとして、リリーフを支えることになるよ。この年は2年目の前田がレギュラーに定着、江藤も三塁手として出場し、長打力の片鱗を覗かせ、投手陣は2年目の笹岡が MVP、最多勝、最優秀防御率、沢村賞。川口が最多奪三振、北別府が最高勝率、大野が最優秀救援投手を獲得するなど、投手力を中心とした守りの野球でリーグ優勝を果たすよ。日本シリーズでは、西武と再び対戦し、先に王手をかけたが、最終的には3勝4敗で敗退。そしてチームはこの年以降、25年間優勝から遠ざかることになるよ。1995年、この年ドラフト1位で入団した山内とチェコが主力として活躍。しかし、主軸の前田が序盤で大怪我を負い、抑えの大野も不調で、開幕投手を務めた笹岡が抑えに回るなど緊急事態となっていたよ。シーズンはチェコが15勝、山内が14勝で新人王、野村が3割30本30盗塁の、トリプルスリーを達成。江藤が2年ぶりの本塁打王と初の打点王、尾形が初の盗塁王を獲得し、チームは投打に活躍を見せながらも、怪我人や不調者が相次ぎ、首位ヤクルトの独走を許し2位に終わったよ。1998年、この年にまでなると、黄金期を支えた主力選手が FA で移籍、引退し、チームの整備が急務となっていたよ。5月頭までは好調だったチームが、ゴールデンウィークが終わる頃には、投打の主力選手が軒並み不調、怪我人が続出し、最終的には借金15で5位に終わったよ。立川監督が就任した1999年、2000年は、猛練習でチームの底上げを図るも、慢性的な戦力不足の結果、99年は6月に13連敗、その後も連敗を繰り返し、最終的に5位に終わり、チーム防御率は3年連続のリーグ最下位。2000年も5位に終わり、立川監督はわずか2年で辞任したよ。そして2001年、この年8年ぶりに山本監督が復帰。しかし、チーム成績は勝率3位ながら、勝利数で横浜を下回り4位に終わったよ。そして2002年から2004年までは3年連続の5位。この間、新井が中軸打者に成長する一方で、金本が2002年オフに FA で阪神に移籍。2004年には島が首位打者、最多安打、ベストナインを獲得しているよ。2005年は新井が本塁打王を獲得するも、初めての交流戦での失速や、投手陣の不調が響いて最下位に転落。この年のシーズン終了後に、山本監督が辞任、さらに2000本安打を達成した野村も現役を引退したよ。2006年、ルーツ監督以来31年ぶりに、2人目の外国人監督となる、ブラウン監督が就任。しかし開幕戦から4月11日の巨人戦まで、1961年の国鉄が持っていた、7試合連続2得点以内の、プロ野球ワースト記録を更新し、9試合連続となったよ。その後も波に乗れず、黒田以外の先発投手が、期待に応えられずに借金を増やし、順位は5位に終わるよ。2007年、このシーズンから、セリーグでは初となる CS が導入され、進出を目指したが、交流戦で最下位に沈み優勝争いから脱落。最終順位は前年と同じ5位に終わったよ。投手陣は黒田以外に大竹が先発として、一定の成績を残したものの、3番手以降が続かず、抑えの長川がたびたび救援失敗するなど、中継ぎ陣も安定感を欠き、チーム防御率もリーグワーストの 4.22 に終わったよ。またシーズンオフに、新井と黒田が FA 宣言し、新井は阪神、海外 FA をした黒田は、大リーグのドジャースに移籍。2008年は、交流戦を13勝11敗として、4年目にして初の勝ち越しを記録し、巨人戦も12勝10敗に分けて勝ち越しを記録。若手の台頭などもあり、中日やヤクルトと熾烈な3位争いをしたものの、戦力不足や経験不足から終盤に息切れし、11年連続 B クラス。シーズン成績も7年連続負け越しが確定し、最終的に7年ぶりの4位となったよ。
そして2009年から、本拠地が広島市民球場から、マツダスタジアムに変更。シーズン中は投打が噛み合わない試合が多く低迷、特に中日戦では、13連敗を記録し球団記録を59年ぶりに更新。順位も5位に終わり、A クラス入りという続投条件をクリアできなかったため、ブラウン監督の退任が決定。2010年、後任として野村健次郎が監督に就任。この年は4年目の前田健太が最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の三冠、そよぎが盗塁王に輝いたが、他球団に大きく負け越したことが影響し、一度も3位争いに加われずに、2年連続の5位。開幕直後は不振の前田に代わり、新加入のバリントンとサファセ、新人の福井、打撃では4年目の丸が活躍し、一時は首位に立つなど、2位で交流戦を迎えたが、交流戦ではリーグワーストの50イニング連続無得点、球団ワーストの4試合連続完封負けと打線が沈黙し、交流戦を最下位で終えるよ。栗原は8月9月と好調で、広島の打者として初めて、2ヶ月連続で月間 MVP を獲得したが、チームは救援陣の相次ぐ故障離脱などで、A クラス争いから脱落し、3年連続の5位に終わるよ。2012年では、4月6日の横浜戦で、前田がノーヒットノーランを達成するなど、投手陣が球団新記録となる、39回無失点もあって、4月8日に一時首位に立つものの、4月25日に栗原が離脱するなど故障者が続出、交流戦は全体の6位で終え、前半戦を1997年以来の3位で折り返すよ。8月は5割で3位をキープしたものの、9月に6勝17敗1分けと負け越しし、9月29日の阪神戦で敗れたことで、B クラスが確定し、4位に終わっているよ。2013年、この年は後半戦まで中日、横浜との3位争いとなるが、9月25日の中日戦に勝利し、16年ぶりの A クラスと、球団史上初のクライマックスシリーズ進出が決定。ただ、10月3日の中日戦に敗れ、12年連続シーズン負け越しと、3位が確定。2位の阪神との CS ファーストステージは、2連勝でファイナルステージ進出を決めるも、巨人とのファイナルステージでは、3連敗で敗退。2014年は2年連続3位が確定し、広島の2年連続 CS 進出も決定。貯金を作ってのシーズン終了は、2001年以来13年ぶり。貯金を作っての A クラス入りは、1996年以来18年ぶりだったよ。そして10月8日、野村が監督辞任を球団に申し入れ、了承されたよ。阪神との CS ファーストステージでは、0勝1敗1分けで CS 敗退が決定。そして、辞任を表明した野村の後任に、野手総合コーチの尾形が監督に就任。その後、阪神から自由契約となった新井、ヤンキースから FA となった黒田が、広島に復帰。2015年は、勝てば CS 進出となる中日戦のシーズン最終戦に敗北したことで、3年ぶりの B クラスが確定。またオフに、前田健太が沢村賞を受賞した後、ポスティングシステムでドジャース移籍。2016年は、3月4月に16勝12敗と好スタートを切り上位をキープすると、交流戦では3位で、セリーグ唯一の勝ち越し。1番田中、2番菊池、3番丸の、田中丸と言われる打順が定着すると、鈴木誠也が2試合連続サヨナラホームランを含む、3試合連続決勝ホームランを放ち、交流戦で3位に導いたよ。そして9月10日の巨人戦に勝利し、25年ぶりのリーグ優勝を達成。CS では、初進出の横浜と対戦し、4勝1敗で日本シリーズへ出場。しかし、日本シリーズでは日本ハムと対戦し、本拠地で連勝したものの、この年の交流戦では勝ち越した敵地で3戦全敗、2勝4敗で敗れ、32年ぶりの日本一とはならなかったよ。そしてこの年、黒田、広瀬、倉が現役を引退。2017年は、6月以降は首位を独走し、9月18日に阪神に勝ちリーグ優勝を決めたよ。しかし CS では、シーズンで唯一負け越していた横浜に2勝4敗で敗退。2018年は、4月24日以降一度も首位を譲ることなく独走。そして9月26日に球団史上初のリーグ3連覇、9度目の優勝を達成。なお、セリーグの3連覇は巨人に次いで、史上2球団目となったよ。CS ではシーズン3位の巨人と対戦し、4勝0敗で日本シリーズに出場を決めたよ。しかし、ソフトバンクとの日本シリーズでは、下位に6度も盗塁を阻止されるなど、セリーグトップの95盗塁の機動力を、完璧に封じられたよ。この年も敵地で3戦全敗し、本拠地に戻っての第6戦敗れ日本シリーズ敗退。またこの年、新井が現役を引退。2019年、この年、開幕後は主力の不調で負け越すなどしばらくは下位に低迷していたが、5月には復調し、交流戦前には首位に浮上。しかしそれ以降負けが込み出し、シーズンを3位で終えるが、6連勝した阪神に抜かれ4位に転落し、4年ぶりの B クラスが確定。これを受け監督の尾形が辞任を表明し、後任に1軍投手コーチの笹岡が就任することが決定。2020年はコロナの影響で、開幕が3ヶ月遅れて開幕。新人の森下が新人王を受賞する活躍を見せたものの、大瀬良やジョンソンなどの不調を呼び、怪我による離脱。投手陣、特にリリーフ陣の崩壊や僅差での試合を多く落として開幕から低迷。
一度も首位に立つことができず、8年ぶりの5位でシーズンを終え、2年連続の B クラスとなったよ。2021年は、8選手、コーチ含む11人が新型コロナ陽性と判定され、セパ交流戦では、3勝12敗3分けと大きく負け越し、一時はリーグ最下位に転落。最終的には4位で終え、3年連続 B クラスが確定したよ。鈴木が2度目の首位打者のタイトル、栗が初めて最多勝利のタイトルを獲得。またルーキーの栗林が新人王を受賞。オフに鈴木がポスティングでカブスに移籍。2022年は、3月4月は16勝12敗と一時は首位にも浮上。しかし交流戦で5勝13敗と大きく負け越し。交流戦が明け、秋山翔吾が入団し前半戦は46勝46敗と威風に戻したが、後半は主力の故障や不調が重なり、9月30日のヤクルト戦に敗れ、CS 出場権を4年連続で失ったよ。この結果を受け、オフに笹岡は監督を辞任し、後任に球団 OB の新井が就任することが発表されたよ。